みーちゃんねるへようこそ。みんな来てくれてありがとう。すごい、いっぱい来てくれてるね。わあ、リアクションしてくれてありがとう。みんなはじめまして、私はアイプリのみーです。私のことはみーちゃんって呼んでね、よろしく。アイプリたちはみんなここアイプリバースの中でライブや番組配信などいろいろな活躍をしているよ。今回はこのみーチャンネルで4月7日日曜日から始まるアニメ秘密のアイプリに登場するみんなやここアイプリバースの情報を紹介しちゃうよ。みんな楽しんでいこうね。拍手してくれてありがとう。今日は会場にいるいろんなプリ友たちが見に来てくれているね。お、プリ友っていうのはアイプリの配信を見てくれているオーディエンスのことだよ。まずはみんなに元気よくリアクションをしてもらいましょう。私が今日のみーチャンネル楽しみだった人と聞くので全員でパチパチと拍手のリアクションをしてみてください。みんな準備できたかな？じゃあ行くよ。みーチャンネル楽しみだった人。うわー、みんなありがとう。たくさん拍手してくれて嬉しいな。コメントでもみんな楽しみにしてくれててすっごく嬉しかったです。じゃあ次のリアクションを練習してみましょう。私がもう一度みーチャンネルの挨拶をするので、みんなは青いサイリウムを振って応援してね。いくよ。準備はいい？せーの、おはみーてるみーウェルカミーみーチャンネルへようこそ。すごい、みんなバッチリだね。この後いろいろな情報を紹介するから、拍手をしたりサイリウムを振ったり、みんな自由にリアクションをしながら楽しんでね。ここからはテレビアニメ秘密のアイプリに登場するキャラクターやアイプリバースの情報を紹介していくよ。みんな拍手してくれてありがとう。まずは絶対に忘れちゃいけないこの子を紹介するね。青空ひまりちゃん。ひまりちゃんは私立パラダイス学園の中等部1年生。緊張しいで泣き虫だけど、お友達を1万人作るのが夢なの。元気いっぱいでポジティブで、一緒にいるだけで元気が出てきちゃう。本当に素敵な子なんだ。すっごく可愛いよね。次に紹介するのは星川みつきちゃん。みつきちゃんはね、ひまりちゃんの幼なじみで寮のお部屋も一緒なの。得意なことはピアノとお菓子作り、苦手なものはお化けらしいよ。そうなんだね、知らなかったな。さてさて次は間宮ちーちゃん。ちーちゃんも私立パラダイス学園の中等部1年生。ひまりちゃんたちと同じクラスなんだ。すっごく負けず嫌いなんだけど、学園やアイプリバースのことに詳しくて、みんなにいろんなことを教える優しい一面もあるんだよ。そんなギャップがとっても素敵だよね。そしてお次はみんな憧れの生徒会の4人。さくらさん、たまきさん、あいりさん、りんりんさんです。ここからは1人ずつ紹介していくね。まずは一乗寺さくらさん。私立パラダイス学園の中等部2年生。みんな憧れの生徒会長なんだ。すっごくかっこいいよね。私も憧れちゃうな。さくらさんかっこいいなって思う人。わあ、みんなありがとう。すっごくかっこいいよね。次に二階堂たまきさん。たまきさんも中等部2年生。生徒会の副会長でさくらさんを完璧にサポートする学園のファッションリーダーなの。とってもしっかりしてて尊敬しちゃうな。
3人目は三葉愛理さん。愛理さんも中等部2年生、生徒会の会計を担当しているんだ。特技のプログラミングを生かしてお役立ちグッズを作ったりするんだよ。すごいよね。これからどんなお役立ちグッズが出るのか楽しみ。4人目は篠宮リンリンさん。リンリンさんも中等部2年生、データ分析が得意な生徒会の初期担当。リンリンさんは綺麗な数字の並びが大好きなんだって。4人ともかっこよくて可愛くて本当に素敵だよね。みんなもう推しは決まったかな。個性豊かなみんなの活躍を楽しみにしててね。みんなサイリウム振ってくれてありがとう。あ、ハートもありがとう。皆さん、今後のみんなの活躍楽しみですか？ありがとう。私もすっごく楽しみ。そして最後に紹介するのは、アイプリたちになくてはならないこの存在のこの子たち。この子たちはアイムーと呼ばれるアイスクリーム型の AI。 アイプリバースでアイプリたちをサポートしてくれてるんだよ。他のアイムーたちもみんな色や性格、喋り方が違うんだ。ちなみに私と一緒にいるこのアイムーは、私のことをミータンって呼んでるよ。さらにこのアイムーについて嬉しいお知らせがあります。それはミーチャンネルの最後でお伝えするね。最後に今後のアイプリの情報を紹介しちゃいます。まずは4月4日木曜日から、秘密のアイプリ、アイプリバース2種類のゲームがお店で遊べるようになります。やったー、みんな楽しみだね。ゲームの情報は明日公式 YouTube でも紹介されるらしいよ。みんなその動画もぜひチェックしてみてね。そして4月7日日曜日午前10時からテレ東系列6局ネットでアニメ秘密のアイプリが放送スタートします。楽しみ。みんな楽しみですか？やったー、口笛もありがとう、拍手もいっぱいありがとう。そして途中でお話ししたアイムーについての嬉しいお知らせを大発表しちゃうよ。本日このイベントの後から私のアイプリ活動をサポートしてくれているこの水色のアイムーがクラスターのアクセサリーとして登場します。爽やかな色合いでとっても可愛いよね。購入の方法はこちらをご覧ください。みんな絶対ゲットしたいよね。みんなでお揃いのアイムーをつけてアイプリ生活を楽しもうね。いいねしてくれてありがとう。さらにさらに、その他にもこのワールドの中では私たちのコーデやデザイン画も展示してあるよ。もうみんな見てくれたかな。キラキラしていてお気に入りのコーデだから、みんな写真を撮ったりして楽しんでみてね。このアイムーのアクセサリーの先行販売とこのワールドのプレオープンはどちらも2月29日木曜日までだから、みんないっぱい楽しんでね。ありがとう。あ、ハートもありがとう。拍手もいっぱいありがとう。そろそろ本日のミーチャンネルはお別れの時間となります。あっという間だったな。みんな楽しかった？よかった。ハートも拍手もありがとう。私もみんなに会えてとっても楽しかったよ。今日もみんなの一日がハッピーでありますように。バイビー。ありがとうございました。